ちょっとそれって普通に起きないですよねっていう、うん、まあ、性犯罪ですよ。被害届を出したいって言ったんですけど、うん、被害届は出さなくても捜査をするっていうことを、うん、やり取りを3回ぐらいしたんですよね、うん、はいはいはい。皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。今日は対談ということで、土田さんという女性からどういう気分かなかなか紹介がいいですけど、という女性とちょっとお話をしていこうと思いますけど、まあ、どういうお話をするのかというのが、まあ、日本版 DBS でいいですかね、 DBS っていうことのお話をしていくんですが、じゃあ DBS とは何ぞやっていうので、簡単に言うと日本版とでもアメリカ版ってちょっと制度が違くて、うん、イギリス版は登録ベースだから、うん、あの性犯罪に限らず、あの全ての犯罪を登録されちゃってるんですよ。だから日本版 DBS とは、まあ、性犯罪履歴だ、やっぱりのあるものをデータベース化して、教育関係など子どもに接する可能性のある職業への制限を可能とする仕組みです。例えば A の自治体でそういう性犯罪を犯しましたっていう方が B の自治体に行くと、結局その B の自治体にはその情報がなかなかうまく流れてこなくて、その B の自治体ではその人が性犯罪を犯したことがあるかっていうのがなかなか把握できなかった。だから結局そういう性犯罪を繰り返す人がその自治体を変えて、そういう犯罪を繰り返している人もいたっていうことから、やっぱりそういうのをちゃんとデータベース化して、あ、この人はそういう性犯罪履歴がある人なんだね、じゃあどういうふうに、まあ、対応していかなきゃいけない、まあ、受け入れる受け入れないがあるのは多分それぞれだと思うんですけど、まあ、どういうふうに対応していかなきゃいけないのかなっていうことが、まあ、日本では今まではなかったっていうのが、まあ、日本版としてなんかその話が進んでいく予定だったんですけどでもちょっと今それが一旦進めるのやめましょうっていう風になりました、まあ、それが、まあ、多分今日お話しするその一つの理由として問題になっていることなんですが、日本版とその海外の、まあ、特にイギリスとかの違いの一つが、うん、日本版はまずさっき言った性犯罪歴のみで、プラス子供に関わることで、公共は義務みたいな感じになって民間が任意になるっていうのが日本版でも、そうなると外されてしまうのが、まあ、子供以外の大人たちとかも、高齢者もそうだし、障害がある人もそうだし、まあ、子供に関するのであれば、だから塾とか児童デイサービスも多分外されちゃうんですね、うん、まあ、そういったまあ民間事業団体が任意なので、関わる施設もたくさんあるし、それこそ性犯罪っていうのは別に子ども以外にもあるにもかかわらず、その子どもだけの対象になってるのはどうなんじゃないかなっていうのを、もっともっと海外レベルの法律にしてほしいっていうふうに訴えをしている一人が、まあ、土屋さんなんですが、じゃあなんでそういう訴えを土屋さんがしてるかっていうところのお話を、じゃあ聞いていきたいと思いますけど、はい、じゃあなんで土屋さんはそういう訴えをしていこうと思ったんですか？5月のゴールデンウィークの頭に、はい、まあ、ちょっと娘が通常なんて言うんだろう、ありえない傷を作って帰ってきて、うん、まあ、事の発端はそこなんですけど、うん、土屋さんのお子さん、うんがまず障害があるお子さん、うん、で、まあ、状態としては重度の脳性麻痺で、はい、自分で動くこともできないし、うん、お話しすることもできない、ただこう笑ったりとか、うん、声のトーン高さであーっていうのを、うん、トーンで意思の疎通を取ることしかできない状態です、うん、今おいくつですか、娘さん？今は、ね、中学校3年生の15歳ですの年齢だけど、ちなみにじゃあ体格的なサイズ感は、サイズ感は何年生くらい？生ではなく幼稚園生、幼稚園生、幼稚園幼稚園くらい、体としてはだから幼稚園くらいの発達
通状況っていう言い方であってます。そうですね、まあ、普段はじゃあ学校とかそういった部分、どういった施設を使ってますか？通常月曜日から金曜日までは、うん、学校に行って帰りに児童デイサービスに寄って帰ってくる。うん、通常の学校に行く時の送り迎えは、うん、土屋さんがやられてスクールバスで行くんですけど、うん、朝は家を出て、うん、バス停まで送って、うん、スクールバスに乗って、うん、学校に着いて、うん、またスクールバスに乗って、うん、バス停に行って、うん、そこから送迎車に乗ってこのデイサービスに連れてってもらって、帰りはデイサービスか、うん、家まで送ってきてもらうっていう、まあ、ちょっと複雑な感じなんですけど、まあ、さっき言ってたその体に何かこう違和感を感じた、お子さんが帰ってきた時に違和感を感じたというのはどういう何かこう被害が遭われたんですかね。まずおむつを開けたら、はい、出血痕があったんですね、うん、そんな真新しいものでもなく、うん、真っ黒でもない、うん、500円玉ぐらいのシミがあって、うん、でちょうど3月末に娘ちょっとちっちゃくて生理もまだ来てなかったから、うん、気になってて3月の末に婦人科を受診したんですよ、うん、はい、でその時に、まあ、この子はちょっと機能的に、うん、まあ、生理は来ませんよっていう診断をもらってたので、うん、なんだよ生理来たんじゃんとか、うん、まあ、お尻切れちゃったのかなっていう程度だったんです最初は、うんうんうん、お風呂に入るためにおむつ開けたんで、うん、お風呂に入れて初めての生理だったらこう綺麗にしてあげたいっていう親心があってでもう一回こう拭いてたらなんかどうもこう女性として違和感を感じたんですよ、うん、確かに陰部から出てるんだけど、うん、すごく鮮血なんですよね、うん、で何だろうと思ってこうやってパッて開いたら、うん、もうこうお股の穴の周りテーブルのところの下がこう鼻血に切れて、うん、この横のサイドのところも1センチぐらい亀裂っていうか裂けちゃってる状態で、うん、そこで初めて何これっていうことに気づきました。じゃあだからその学校から放課後デイのうちにその何かがきっと起こったっていうことしかやっぱり考えられない。考えられない。だからやっぱそうなった場合、まあ、性被害にあったのかなっていうイメージは私もきっとその場にいたら思うことだと思うんですけど、じゃあその後じゃあそれを、まあ、お子さんは自分でお話しすることができないから、まあ、何あったって聞いてもなかなかうまく意思疎通ができないわけじゃないですか、うん、でそれをどうやって立証するというか、まず一つこれは性被害の傷であろうっていうことを分かるために行動したことってありますか？普段こう娘が帰ってきた後に体にあざとかあったりするから、うん、強くこう吹きすぎちゃったのかなとか、うん、でも犯罪にあったって頭の中では分かってても、うん、認めたくない自分と、うん、でもっていうこの葛藤があって、うんうん、それからとりあえずそのどうしてこうなったのかっていうのを聞かないといけないって思っちゃったんですよね、うん、そうだからゴールデンウィーク明けてすぐに、まあ、学校に一番最初に連絡して、うん、何か知ってますかっていう確認を取ったら、うん、いやいやちょっとそれって普通に起きないですよねっていう、うん、まあ、性犯罪ですよっていうことを言われたんですよ、うん、でそこでやっぱりそうですよねっていう、うんうんうん、でお医者さんにやっぱ行かないといけないっていうか見せとかないととか思ったんですけど、やっぱり重度の脳性麻痺というか、うん、そういう障害を持ってる人ってどこの病院でも素直に受け入れてくれないんですよ。やっぱりちょっとここでは見れませんっていうこととかもあるので病院を探したんですよね、うん、学校側から市町村の役所にあるんですけど、うん、そこに、ま、通報を入れてもらって、うん、すぐに連絡が来るって言われてたんですけど、ま、一向に連絡がなかった、うんうんうん、待てども暮らせども連絡がなくって、うん、ま、ある人からもう待っててもしょうがないから、うん、警察にまず行きましょう、うん、っていうことで行って、うん、だ警察に行ったけど警察に対しては、うん、証拠という部分ではないじゃないですか、うんうん、その段階で。そうなった場合警察はどういうふうに扱ってくれるんですか、うん、
まず一番最初に言われたことは喋れない状態だから証言できないでしょ、うんうんうん、何があったか分かんないでしょみたいな、もう花からこう受け入れ拒否みたいな感じだったんですよ。ケースワーカーさんみたいな人から、うん、まあ、ちょっと言っていただいて、うん、この子だって一人の女の子ですよっていうことを言ってもらって、うん、したら、まあ、そうですよねっていうんで、まあ、聞き取りをしてくれたんですよ、うん、やっぱりこの喋れないから、うん、その傷が当たったものかもしれない、うん、実は生理かもしれないとか、うん、まあ、とにかくそういうことを言われたんですけど、うん、やっぱり病院に行って診断をしてもらわないと動けないじゃないですか、うん、そうだからあえてその3月末にこの子が生理が来ないよって言われた病院に行って見てもらったんですよ、うん、でそしたらこことここだねって、うんうんうん、見ればわかるよって、うん、いろいろお話をして、うん、陰部の粘膜ってすごく弱そうに見えると思うんですけど、うん、ものすごく強い粘膜なんですって、うん、だからお医者さん的にはまあ、はっきりとその現場を見たわけじゃないからこの子は襲われてますよとは言えないけど、うん、外からの外的圧力があったっていう診断をもらったんです、うん、じゃあその診断をもらってまた警察に行くんですか？持ってきました、あの診断書持って、うん、でそしたら警察としてはそこからじゃあどうしますっていうのはあるんですか？またなんかどうしますっていうよりも被害届を出したいって言ったんですけど、被害届は出さなくても捜査をするっていうことをやり取りを3回ぐらいしたんですよね、はいはいはい、そのやり取りがあったから最初は被害届を出してないんです、うんうんうん、私たちがやってほしかったのは、うん、証言できないからってすごい言われたんで、うん、証言できないからドラレコ見てほしいとか、うん、聞き取り調査をしてほしいとか、うん、関わった人はこの人とこの人とこの人しかいないっていうことを、うん、まあ、自分の中でも調べ終わってることを伝えたんですよ、うん、でも結局、まあ、それは被害届を出してなかったからなのか、うん、本当にそういう状況なのかは分かんないんですけど、うん、1ヶ月半ぐらい経ってからかな、うん、学校とその日行ったデイサービスになんか写真撮影だけしに行ったんですよ、うん、ドラレコは見てない、近隣の防犯カメラも見てない、うんうんうん、個人的な聞き取りもちゃんとしてないみたいな、うん、でその状態で、まあ、新たな証言とか証拠が出てこない限り、うん、打ち切りってわけじゃないんだけど、うん、捜査はできませんっていうふうに言われたんですね。私たちとしては、うん、新たな証言なんてできるわけないし、うんうんうん、証拠って言ったってその日の証拠なんて難しくて、うん、そうだから結局じゃあ打ち切りでっていうかもうずっとそれ動けないですよねって言って、もういや終わりじゃないですみたいなこの言い合いになって、で結局でじゃあでもこれ以上は何もできないってことですよねって聞いたら、うん、まあそうですねっていう話だったので、じゃあ今現段階では被害届も結局出してなくて、うん、そこはちょっと状況が動いて、うん、本当いろんなところが不備だらけだったんですよ、うん、はいはい、性癖なものってなかなか変わらないと私は個人的に思うから、うんうんうん、なんかここにいたら危ないと思って、うん、もう速攻やめました。